社説校は、中華民国、中華人民共和国の政治家、台湾共産党、中国共産党に参加した。原名は、シャーオン社説は、日本統治時代の台湾で、台湾共産党を設立した、活動初期には、台湾独立運動を支持していたが、コミンテルンの解散、日本の敗戦などを経て、 中国共産党の指導を受けるようになり、228事件では、斜節港は27部隊を率いて、中国国民党に対抗するが失敗。アモイを経由して、香港に逃れ、台湾民主自治同盟を結成して自ら、初代主席に就任した。台湾民主自治同盟は、中国の八大民主党派の一つであり、その中国共産党中央下当局軍政委員。 中国全国婦女連合会副主席を経て、1954年には、全国人民代表大会の台湾省代表に就任している。1970年に北京にて病没した。社説公文によれば、台湾共産党決闘以前の1925年に、上海を訪問した際、高中日の紹介で、中国共産党に入党したとされる。 文化大革命後には中国共産党によっても1925年からの党歴が認められている。斜節校の原名はアオンナであり性暴行の娘として生まれた。父母は共に文盲であり、経済的な理由により、幼少にして学業を断念12歳の時に両親を失うと、大中の高生の家庭に神父として変われ両親の 葬儀費用及び借金の返済に当たった。1917年、社説公は、皇家から逃亡、台南の政党工場で助行として勤務した。その後大中の王子主である霧本、林家の親類に当たる長三木都市と出会い少女となっている。1919年、社説公は日本に渡り、兵庫県神戸市で日本語と漢文を習得する。 その後中国陳太湖に移り現地で54運動を体験し大きな思想的な衝撃を受け台湾に戻った後には台湾文化協会に参加し台湾政治社会活動に身を投じた1925年頃に上海に渡った社説校は530運動に参加社比への偽名で上海大学社会学科に4ヶ月在籍した後校中日の紹介で 中国共産党に入党、同年10月には林北淳と共にモスクワ東方大学に留学している。1927年11月に上海に戻った斜節港は翌年4月に上海で決闘された台湾共産党に参加、東京において日本共産党との連絡に当たった。台湾共産党が台湾共和国を建国し、 日本の帝国主義を打倒することを対抗に明記したのは、社説校の農民及び労働者を植民地政府や資本家からの搾取から保護するという社会主義思想と合致していたが、反体制的なその言動が災いして治安維持法違反で逮捕10年以上拘束されることとなった。1945年10月、社説校は台中で 人民協会及び農民協を設立した。しかしこれらの組織は賃金により解散させられると、新たに建国工芸学校を設立し青少年への教育を実施するとともに、和平日報を通して行政官であった賃金に対する攻撃を加えた。1947年228事件が勃発すると、社説校は3月2日に大中において、 人民放棄を目指し、台中警局及び勾配局台中分局を選挙し、人民政府を設立した。翌日には、台中地区治安委員会作戦本部を組織、自ら指導者となり、軍営を選挙し弾薬を強奪。それを、かよしやコビ地区の放棄軍に供給した。そして自らも6日に27部隊を結成し9日に、堀に侵入。 三間部でのゲリラ戦を格索するが、原住民の拒絶に相計画は失敗。斜節港は、アモイを経由して5月には、香港に逃亡した。香港に逃亡した、斜節港は、両府見たから台湾再開法連盟に、勧誘されるがこれを拒否、自ら1947年に、台湾民主自治同盟を結成し、主席の職責のまま、 中国共産党幹部への道を歩み始めた。社説公は1948年に中国大陸に進出、中国婦女連合会副主席、人大代,代表、政教委員会などを歴任した。それでも台湾人としての意識は強く1951年には台湾問題を考慮する際には台湾の政治、 経済文化環境を考慮すべきであるとの見解を示し、理順青などから、地方主義と批判されている。1957年に、反右派運動が展開されると、社説公は、その他、民主党派指導者とともに右派との批判を受けることとなった。内向が存在していた台湾民主自治同盟は、個人的な怨恨もあり、社説公に対し個人攻撃を加えた。 厳しい闘争大会が10回も開かれ、右派分子、反革命分子、地方民族主義者として、大名主席解任、投席剥奪の処分を受けた。文化大革命では再度、闘争対象とされ、大名本部前で吊るし上げられ、公衛兵に横打された。1970年、肺がんのため北京で死去、去年69。1986年に、 射雪港に対する名誉回復がなされ、遺骨が北京市八宝山革命公墓に移された。ありがとうございます。